俺、後ろからずっとお前の仕事と胸を見ていて分かった。いくつか非効率的な部分がある。優先順位を再考案してやったから参考にしろ。今胸って言いました？何でしょう、魔将軍シティーナ様。謝罪します。あなたを誤解していました。おい、やめろ。俺はやるべきことをやっただけだ。だから余計にです。よろしくお願いしますね、レオ。一つ忘れていた。何ですか？俺が今回の仕事を申し出た時のこと。唇でもいいし、頬でもいいぞ。なんならベッドの上でも。